夏美さんの思い出といえば、私は彼女が何歳でしょうかね、バイオリンをやってたんですよね。聞いたんですけど、すごいひどい音なんですね。この不協和音をこれから綺麗な和音を奏でてください。いや、僕は本当になっちゃんにすごい感謝していて、それはもう奈緒さんという素敵な方を教えてきていただいて、僕としてはもう本当に兄のように慕っておりまして、勝手に兄だと思っております。お父さんとお母さんが家族を築いてきたように、自分も新たな家族を築きたいと感じるようになりました。直弘さんと2人協力しながら私たちなりの家族を築いていきますので、どうぞ安心してください。2人で助け合って頑張ってください。素晴らしいお二人だと思ってましたけれども、今日は最高に輝いております。これからも末永くお幸せにどうぞ。自分がこうだと思ったことを、必ず言ったことを有言実行する、すごい尊敬できる身近な存在だなと思い、いつも刺激を受けながら自分も頑張ろうという気持ちになるので、こんな大変なことあるよねって言いながら、なんかお酒飲んだり楽しんだりできたらいいなと思ってます。正直かなりいい年になって、しまってから の結婚となりました。結婚が人生のスタートラインとするのであれば、かなりのスロースタートと、言ったようなことになるかと思います。ただですね、我々私たちがですね、人生の中で互いにベストマッチになってくれるように、神様が導いてくれたのかなというようなことも思う毎日です。今後ですね、また経験しないような大きな壁が立ちはだかるということもあるかもしれませんが、本日のテーマでもあります、お互いの和、二人のハーモニーですね、それを大切にしながら乗り越えていくように頑張っていく所存です。